ドン。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはタイガー&バニー第1話。あ、やばい。英語タイトルやめよう。終わり良ければ全てよしです。タイバニーはもともとずーっと見たいなっていうのが思いながら気づいたら11年経っておりました。これ2011年の作品なんですよね。で、もうほんとつい先日第2期ですかね、が発表されて、今ネットフリックス独占っていう形で、まあ今見ようと思えば見れるんですけど、もともと知らないから、まあこっちの方をね、一期の方を見て、で、調べた限りだと劇場版が2つあったんで、それを見てから見ようかなと思っております。できる限りね、早く見たいなっていうのがあるんで、もう、どれくらいのペースかな。一期だけで25話あって、劇場版が2つあってになるんですけど、まあ、わかんないです。だけど、まあ、できるだけ早く見よっかなとは思っておりますんで、ぜひともお付き合いのほどよろしくお願いします。オリオンをなぞるだけ知ってる。それ以外は知らない。タイガー&バニーが何のことを指してるのかもわかんない状態なんでね。もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。やっとだよ。11年越しに見るタイバニー。気になるね。どんななんだろう。ネットフリックスでもあったんだけど、とりあえずは D アニメストアで1の方は見て、劇場版は、ネットフリックスでフルで見れるんで、そっちで見ようかなと思って。D アニメストアだと4分割されてましたね。はい、それでは、D アニメストアで第1話再生していきます。3、2、1、スタート。サンライズやん。へえ。なんだなんだ。もう事件じゃないか。あら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 。あら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 。ああ。ヒーロー TV。わ、すっげえなんだこれ。7人へえ。ヒーロー TV ライブ。わっ、オリオンをなぞってるよ。うわあ、すげえ。超久しぶりに聞く。そう。なんかね、スポンサーが体に書いてあるっていうのは知ってる。ユーストリーム。FMV。カルビー DMM。かわいい。牛角じゃねえ？こいつ確か。そう、牛角。ドットアニメ。かっこいい。オリオンをなぞるだよ。すげえ。なんだこいつ、悪そうなやつじゃない？やべえって、超面白いじゃん。11年前、俺高校生で。本編開始。ファイアーエンブレム。
なんだ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 。早い。おう。あ。なんだこの車、最強じゃね？かっこよ。あ、タイヤ外れてる。あら。牛角。ロックバイソン。うわ、強い強い強い。かっこいい。あれ？あれ？逃げてるよ。角が抜けない。ああ。あ、そういうキャラな。お！かわいい！ドラゴンキッド。ああ！おお！やった！折り紙サイクロンが見切れております。折り紙サイクロンは何をす？あら！逃げてるよ。あらららら。あら。うん。何？何？誰？壊し屋？CM とかあんの？生放送やろ。本当だよ。おお、すげえ。ハンドレッドパワー。なんか5分制限時間あんのか。わあ。おう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 、いない、は、逃げてる、スカイハイ、かっこいい、キングオブヒーローズ、この人が今1位なの。埋もれとる。ああ。あら！この距離で撃つ。やばない？すごい！ああ。ああああ。うわ、やばい！死んじゃう。おお、すごい。おもちゃとかも売ってんだ。あら、うわあ、やばい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 。あ、看板が。やばいやばい。
やばい。うわあ、やばい。お、お、あら、ペプシ、ブルーローズ、ローアングルから回り込んで。何これ、かっこよ。本当だよ。どうした？え？撃たれてんじゃん。強すぎるやろ。やばい。え、逃げんの？2、1。あ、あ、やばい。お、何？あ、これ。うわっ！なんか色違うくない？誰？誰？って言ってんの。わお。謎の男。ああ。まだわかんない状態なんや。タイガー&バニー。あ、本当に CM に入ったんだね。で、B パート。何？キャラソンもあんの？所属ってあんの？わあ、え、すげえ、これオリガミサイクロン、ファイアーエンブレム、スカイハイ、ブルーローズ、牛角、ロックバイソン。わあ、あいつだけ名前出てこねえ。ベン・ジャクソン。うん。そうか、スポンサーもいるよな。ええ人やなあ、この人も。ドラゴンキッド。スカイハイじゃないの？今までの流れだと。
うん、やっぱスカイハイだね。かっこいい。かっこいい。6位じゃん。7位？なんか下にいたろ。ほう。あ！お前。バーナビー・ブルックス・ジュニア。あれ、かぶってんじゃん。かぶってんじゃん。うわー、めっちゃ言われるじゃん。これか。これのことか。みんな普通、普通ではないけど人間なんやね。ちゃんと中の人が存在するんやな。めっちゃ余ってんじゃん。iPhone の最初のやつやん。嘘だろ、お前そのまんまなんかを。こてつ抜けよ。いいお尻。あれ、みんな顔出さねえんだ。見切れるだけでいいの？うん、まあわかる。上からな感じがいい。めっちゃ食うやん。大丈夫かな、なんか。うわ、すげえ未来って感じ。急に日本だな。ええ。母ちゃんか。そうね。奥さんがいねえな。トップマン。うわー、ヒーロー事業部撤退？マジ？え？え？はあ。
マジか。人やったな。悲しいな、これは。すっげえところじゃん。風船が。え？風船が。すごーい。あ、ワイルドタイガーのカードが。まあそうだね。あ、でも持ってる子いるじゃん。いらない。いらないって言われちゃった。トラ鉄って。おう、エマージェンシー。でかくね？スーツ。これは。もうそれ、あらららららあらららららら、ソフトバンク。憧れのなんかがあったんだな。でけえよ。それがあれね。ああ、大人の事情がいっぱいある。ロックバイソン。え、終わり？終わった。あれ？ロックバイソンだっけ？すげえよなー、これ。すげー。俺多分エンディング初めて聞いた。オリオンをなぞるしか知らなかったから。面白えタイバニ。11年越しに見てるよ。ずーっと見たい見たいと言い続けながら11年経って、今2011年の作品を見てるけど、こんな面白いの。
アイボーズなんだ。Go Next っていうのがあるんだね。ブルーローズが歌ってたやつ。これすごいな。バイクにも名前あんだろうな。バーナビーなん、バナービーなん。全然それがなんか決まってねえ。お、シパート。は？あら。おじさん。終わりよければすべてよし。次回予告。読めねえよ。おもれーこれ。いやーいいね。いやーだっていいじゃん。虎徹ね。ワイルドタイガー。バーナビーなんだね。バナービーじゃねえんだ。バーナビー。バーナビー・ブルックス・ジュニア。カリーナ・ライル・ブルーローズ。アントニオ・ロペス・ロック・バイソン。ホアン・パオリン・ドラゴン・キッド。ネイサン・シーモア・ファイヤー・エンブレム。やっぱ津田健だったね。キース・グッドマン・スカイハイ。イワン・カレリン・折り紙サイクロン。かな？ヒーローは。いやでもなんかそれも、それ以外にもなんかそれっぽいのはいっぱいいるな。カタカナばっかりだからよくわかんないけど、斉藤さんって誰なんだろう。すごいこれ。ルナティック。ベン・ジャクソンは、さっきの人だよね。俺はワイルド・タイガーのファンなんだよって言った人じゃん。すげえこれ超面白いよ。超面白い。ジャンルがさ、 SF ファンタジーわかる、アクションバトルわかる、ドラマ青春なんだね。いいじゃないのこれ、超面白いよ。なんで今まで見てこなかったんだろうな。みんな対話に行って面白いから見てね。11年後に言うセリフではねえけど、いや面白かった。今後も見ていこうかな。誰のこと好きになるかな。今のところドラゴンキッドが可愛いぐらいかな。それ以外はまだ活躍がなんかあんまり分かってないから。すごいなんかヒーローを応援する5歳児の気持ちで今後も見ていこうかな。よかった。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、タイガー&バニー第1話、終わりよければ全てよし、でした。ありがとうございました。ならね。